そうだね、ご飯が少ないね、うん、少なくていいんだね。もう可愛いですよねこれ。ありがとうございます。いや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 、お母さんの脳が似合うんですよね。色が薄いね。まだ売れてないかもしれない。そうですよね。ね、でも食べてみよう。そうですよね。食べたら。うん。雨が降るか。雨は昨日の夜。ああ、雨の夜。本当の夜。ソースだ、うん、ソースをこれにつけるやんかね、はい、うん、これお母さん作ったんだよ、うん、持ったこれも買ったいただきます。いただきます。こうなんだ、ニンニク入ってるね。ニンニクも入ってない。あー、このソースは今ニンニクを入れました。さっきあそこのニンニクもらって、うん、いいよ。ニンニクいっぱいあるじゃん、うん、持って帰る。いや、家にもあるんだよ。あ、これがここで作ったの。おいしい。うん。このエビはベトナム産。あ、そうなん。ラム。エブリか。エブリ。エブリで。ベトナム産って書いてあった。うん。おお。もう、うん、美味しそうじゃん。味が問題よ。おお、米も良さそうだけど、ね、米膨らんだ。さっきはあるよね。柔らかく。うん。はい、お母さん。うん、さっきと。このどうだろう。ご飯と。ご飯も 150g だけど結構増えたね。やばいよ。やばい、うん、うん、やばい。味でとる、うん、味でとる。160ぐらいか、うん、うん、やばいね。おいしい。ホタテも入れとる。もう、もう、よかった。シーフードたっぷりだ。うん、おいしい、うん。なんか懐かしい味が、懐かしい匂い、うん、美味しい、うん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 、ああ、容器がついてくれた、うん、綺麗。うん、やっぱり緑があったら綺麗。ピーマンもあったらいいって書いてあったけどね。うん。いけないよ。おうおう。
外国人向けの仕事ですね、うん、タイ語でもあるっけ。平田さん何級まで